お疲れちゃんです。ラットです。そしてはいどうも、天狗です。よいしょよいしょ。というわけで今日はですね、天狗とです。で、アップデーがね、ありまして、アップデーかな、シーズン終わったっていうわけで、いろいろ環境が変わりました。また月1のね、安定です。で、今回はね、ファルチがぶっ壊れって言われてたんですけど、ファルチがぶっ壊れって言われてたんですけど、正直どうですか？なんか射程短くなってちょっと使いにくくなったなっていうところはありますね。正直ぶっ壊れとか言ってたんですけど、クソ雑魚じゃねえかと、クソ雑魚じゃねえかというところで、人によっては意見分かれてる。なんか全然強いっていう人もいれば、別に弱くはないですね、多分。誰を信じるか、それはもうあなたたち次第です。なんですけど、僕らはもう気づいちゃいましたね。時代はファルチじゃない。トリトンです。はい、時代こっちです。来ました。トリトン時代来ました、皆さん。なんか、だいたい1コス低くなってユニットぶっ壊れるから。確かに、新兵隊とかっけ。タルババもそうだった。タルババ3コスか2コスになってもずっと使われて。圧倒的になんかあるのよ、3コスに対して。多分いろんな動画で言ってるかもしれないですけど、クラロワのゲームにおいて3コスで外れが存在しない。唯一存在するとすれば、これ言ったら怒られるんで、あんま言わないですけど、ポロンさんにね怒られちゃうんで。けどもうほんとクラロワのゲームにおいて3コスの失敗がないんですよ。しかもウルトラなんかもうこれ見て、もう常に使う。できよかったというわけで、今日ね紹介するのはこちら、ゴブジャイスパーギーです。これ言っちゃうともう最強じゃねえかと、もう頂点まであります。もう新しい環境始まったんですけど、もう頂点なデッキ生まれちゃいました。なんか前にもトリトンが多分4コスの時にこのデッキ多分生まれてたんですよ。だけど、微妙に流行らなかったんですけど、3コスになって今使われてて、もうね無双です。なんかケツスパして、逆サイなんか工場とか、もう逆サイプリンスとか逆サイジェイとか来てもトリトンで引っ張って終わりです。最強じゃん。最強です。いやマジで施設の代わりに入れてるってことね。そう前まではこうごぼうりね、ごぼうりだったんですけど、ごぼうりも微妙にね下方食らって、全然使えないことはないんですけど、それ以上にただトリトンが強いです。というわけで、気楽にグルチャレでもねやっていこうかなと思います。もうケツスパして逆サイ来たのをトリトンで引っ張るだけのゲームです、これ。で、あとは相手のねユニット合わせてユニット追加したりね、ロケ見たらさすがにケツスパはできない。そうですね、ロケぐらい。でもロケなデッキってもう今意外とねそんな流行ってもなくて、なんかトリトンデッキはまだ確立されてないのはあるんですけど、とりあえずね相手に合わせてやっていきます。で、相手がねまた後ろからユニット出したら、それに出してスパーキー合わせて、もう勝ち確までありますね。勝ち確ですね。相手が、でも聞いてください、これ多いです。多いんで、これミラー対決になった場合に、ちょっとね、難しいっていう。弱点ミラー対決になりがち。お、来ました、トリトン。ミラー対決説はワンチャンありますよ、マジ。さあ、今リセットはされないんですよね。リセットはされない。ああ、そういうことです。相手に対して合わせていきますって言ってるな、これ。やっぱこれライトニング自体な、これ。でもダックフリー、待って、これ負けたくない、なんかエレヒズシャーされてさ、これやめて。これはね、僕はエレヒがあるんで。これあれっす、こういうことっす。トリトンで引っ張ってキング起動してエレヒでこうやると、はい強い。もうね、これでゴーレムもジャイも終わりです。天狗とお疲れ。終わりです。ジャイ使いの天狗とお疲れ様でした。今までありがとうございました。本当にたくさんの応援。ジャイ動画も出せないじゃん。トリトンどうするんですか、コメント。これお前引っ張んなよ、こっちに。何引っ張ってんだよ。トリトンどうするんですかっていう動画、もうコメントが絶えないかもしれない。確かにトリトンに引っ張られて終わりじゃないですか。その通りです。うるせえよーってなる。その通りです、ね、マジさ。ああ待って、最悪。うわ、これはこれでライトニングちょっと一回打たないですね。一回打たずに一回防衛します、ちょっとね。こういうこともありますね。トリトン多分ライトニング耐えるんですよね、この子。3コスで。そうなんです、3コス耐えちゃうんですよ。
これなんかめっちゃ変なとこ引っ張るやん。あ、やばい。ちょっとね、スパーキー、まあそんな使ったことないっていう。若干ね、言い訳です。まあでも、このミラー対決になった時の勝ち方が、どうすればいいんだろうな。どうなんだろう。これはお互い、俺のトリノの方が優秀だったっていう感じですね。そんなことあんの。スパーキーにライトニング打っちゃえばいいかな。打っちゃえばいいかなって感じなんですけど、めっちゃ引っ張るじゃんお前。あ、やばい、ちょっと待って、カオスすぎでしょこれ。よしよし、まあでもやばい、引っ張られるでしょ。なるほどね。いやこれね、負けたと思ってるじゃないですか、僕の防衛力を。こう本当進化してるけど。いやでもこれトリトンスパーキー耐えるんで、耐えなかった。終わったまあでもあの弱点です、このデッキの。確かに弱点はミラー対決で、ミラー対決の勝ち方は正直まだね、トリトンあると分かんないんで。分かります。はい、分かります。分かりません負けてます、あなた。いやでも本当にこれしかいないぐらいですね、グラチャレなんで。言ったらこれのメタデッキをグラチャレで使うとグラチャレは勝てる。じゃあ環境がこれを中心に回っちゃうっていうことですね。前までなんかペッカだったり、そうですね、結構環境の中心にペッカがいて、それに対してのメタでラバが出たりとか、そういう感じだったんですけど、今回多分結構これが中心になってくると思うんで、まあ、これはメタルラバ、ラバテンプレのね、前にあったファイブザップとかなんですけど、でもそのラバは影でね、生きてるファルチェにね、そうピュンってでもワンパンされて終わるんで、はい、まあね、これを中心にいろいろね回っていくんじゃないかなと思います、はい、なんでまあこれから多分いろんなデッキ出ると思うんでね、そちらの方を紹介できたらいいなと思います、はい、負けちゃったよ。どうするんだよ。負けちゃったよ。どうするんだ。どうする。まあでもなんだろうな、グラチャレ、あ、さっき別のアカウントで僕言ってたんですけど、正直 あとはこれね、こういうスケラも結構僕あると思うんですよ。で、あのボーラーファルチスケラだとその強いんですけど、そのね、さっき言った通りこのスパーキーがやっぱ環境を中心にこう回ってくるっていうので、見てグラチャレ、ファルチェバルーン、ファルチェバルーン、まあ、ファルチェバルーンもやっぱ多いっていうので、そのトルネのね、こういうスケラはね、結構そのファルチェバルーンのメタになると思ってて、うんうん、いいと思うんですけど、まあね、環境中心の親分に勝てない、そう、親分に勝てないんで、エレキ入りのね、トルネエレキのスケラとかも結構ね、ベビーのアクエリキにしたりとか、人にちょっとね、スケラ動画をどうしたい。僕スケラの人なんで。でもトリトンで起動されちゃいます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。やばい。そう、すべてがなんか狂っちゃうんですよ。スパーキーがいるから、あ、これが無理だってなって、でそれの対策にすると、あ、トリトンいるわっていう。ね。めんどくさいですね。ちょっとね、大変な環境になると思います。結構僕ら的には、圧倒的トリトン環境。トリトン環境ですね。多分 2V でも、まあ、出てくると思いますね。一番多分普通の人は考えなくていいんですけど、うん、僕たちだと 2V2 までは考えないといけなくて、ね、より大変。 1V も考えないといけないし、 2V も考えないといけないっていう。トリトンメタも作るし、逆に自分たちがトリトンを通すデッキも作らないといけないっていうね、結構ね、パンクしちゃいます。というわけで、まあ、トリトンのによってね、もうジャイもロイジャイもゴレもホグも多分陸系結構ほぼメタられちゃうっていう。ゴレがね、そう、ゴレも、うん、あの終わっちゃいます。ピュッてもうあのゴレの爆破も入んないでキング起動されて、光栄いい感じに処理されて終わっちゃいますね。なんで、まあ、やったらちまちま削るディガー削りとかも結構増えるんじゃないのかなって。あ、でもディガーもあれか、トリトンで引っ張られて一発も殴れずに終わっちゃうとかもあるかもしれないんで、ディガーコインの周りのサブユニットでトリトンで起動されちゃうと穴食いがめっちゃ渋くなる、ね、確かに。トリトン最強です。トリトン最強です。はい、皆さんじゃあぜひねこちらね使ってみてください。あのね、ミラー対決は、マジのミラー対決は気合。今までトリトンとかいなかったからさ、うん、あんななんか予想外のことがあんま起きなかったんだけど、光栄をうまく処理するだけだとなんかね、意外とトリトンの事故がいろいろあるけど、まあでも序盤にゴブジャイとかやっぱジャイとかホグとか相手の陸域をしっかりトリトンでキング起動するのは大事になってきますね。なんでこれだ、ス
スパーキーいい気やってたんだけど後ろ取りといたらペッて引っ張られて、後ろでね何かに処理されちゃうっていうのもあるんでね、またまた変わってきますね。まあゴブジャイスパーキーの動画は多分ケンツメシの動画で出ると思うので多分ねこの動画が上がってる次の日かこの動画が上がってる日ぐらいにケンツが多分俺の時代が来たってね多分なりそう出ると思うんでね、まあそちらもねぜひね皆さん確認してみてくださいというわけで、今日はねちょっと一戦しかやってなくて、まあ、負けちゃったんですけど環境考察的な感じでね、はい、こういうのもあってもいいんじゃないかなと思います。トリトン時代皆さんもいろいろ試してみてください。なんか親衛隊入りのトリトンデッキとかなんかグラチャリ12勝でね、いたんでね。もうなんかね、わかんないですね。今シーズンはなんか今までにない新しいクラロワになってると思いますね。新時代行きましたね。幕開けです。天国時代。違います。終わります、トリトンで。それちなみに僕はあのロイホグがね、ハルチェで結構ほぼミリ残りっていうこの残念なニュースですね。しかもトリトンでピュって。あ、終わった俺も。ってなわけで、概要欄に。ゴッツチャンネル貼っておくんでね。月1動画出してるんでね。月1で出してる。狙ってるわけじゃないですか。月1チャンネルぜひぜひ皆さんね。あのジャイでトリトンをボコボコにするとか多分上がるんで、皆さんそちらもね覗いてみてください。はい、では終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。